てくるか。これは入るでしょうね。スキーサーさん決めてきます。トライです。いい当たり、伸びる、伸びていく、スキーサーさん、ダーン、スリー、ジャストリート、同点なるか。ドラゴンズ勝ち越しを許します。7対1。こういう場面で高めっていうのは、そうですね。さあ、みんな、初球入った。4番の仕事を見事に果たしてくれました。打ちました、ずれた打球、入った。お、初球は何から入ってくるか。打った、大きな打球入りました。ホームを挙げています。赤星さん、外れました。打ちました、いい打球だ、大きな打球、入った、ホーム、引っ張った、伸びていく、どうだ、入った、ホーム、いいですね。振動へ切れのある変化球が決まっています。これは入るでしょうね。入った、打った瞬間確信、入った、下ればね、点差を広げておきたいですよね。そうですよね。初球打ち、左中間に強い打球、レフトボックスは4番村上。ジャイアンツ得点に動きはありません。打った、高々、入った、ホームラン、はい、ストレートわずかに外れてボール、もう先行です。打ちました、いい打球だ、伸びていく、スキーサーさん、DH 外、ジャイアンツ初球打ち、高く、ファッサー、これは入るでしょうね。入った、ホームでも決まります。打ちました、いい当たりだ、ベストを追いかける、入った、ホームラン、先制のチャンス、まあ、やはり先制することは大事なんです。藤本さん、中川入った、いや、早い位置から点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。藤本さん、いい当たりだ、入りました、バスターに打った、高川だった、センターから入った、ホームラン、状況にもよりますが、打ちました、いい打球だ、伸びて、そのままスタンドに入りました。も
球は見送ります。打ちました、いい当たりだ。大きな打球が入りました。ホーム、代打としてこれ以上ない結果を出しました。ホームベース上でもみくちゃです。スワロッツマリーンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。代打の一振りです。マリーンズ得点に初球サヨナラ、劇的な一発サヨナラホームランが飛び出しました。ホーム打ちました、痛烈な打球伸びていく、どうだ、ありましたがなおもチャンスは進みます。まあこういった終盤の追加点は重要です。初球ホームラン、見送ってボール。3球目は何で来るか、痛烈な打球、はい、入った、ホームラン。これが1球目、打った、これもいったか、ライト、悪いことじゃないんですけどね。はい、そうですよね。次が2球目、
くでしょうね。打った瞬間確信した入ったホームラン。初球ボール、で得点を挙げています。これは入るでしょうね。入った、ホームラン。また初球打ち、伸びる、入りました、ホームラン。打った、打った瞬間確信したか、突き刺さる、打ちました、いい打球だ、レフトオン、センター、入りました。劇的な一発、この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。ジャイアンツがよく見ました。打った、伸びていく、そのままスタンドに入りました。まあ、ピッチャーの立ち上がりは精神的にも不安定なこと多いですから。打った、入りました、ホームラン。バッターは3番高橋。マリーンズさらに得点を上げ引き離しています。これが1球目、打ちました、打った瞬間確信した、入った、ホームラン。これが初球、打ちました、これもいったか、突き刺さった、ソロホームラン。頼れる4番の一振りでした。ストレート打っていった、伸びる、伸びて入った、でしょうね。入った、ホームは今日 DH に入っている佐藤。先ほど出した、打ちました、高く上がった、突き刺さった、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている野村。和田、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは、打ちました、伸びていく、入った、ホーム、合わないようです。ノーボール2ストライク、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、そのままスタンドに入りました。ゲッツーを狙ってくると思うので、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど。さあ、バッターは何を打つ、打球打ち、伸びていく、そのままスタンド、シュート決まりません。次が4球目、打ちました、いい当たりだ、伸びていく、入った、ホーム、高
何か。打った瞬間、着地。
追加点の欲しい場面、点はクローズになります。